ハイン・リヒラスペは、チュリンゲン炮白、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世及びその息子の、コンラート4世の対立王。父は、チュリンゲン炮白ヘルマン1世、母は、バイエルン公王党1世の娘ゾフィア、ルートビヒ4世の弟、コンラートの2位。ハイン・リヒラスペという名前は、チュリンゲンの君主一族であった、ルードビング家に、しばしば現れる名前ではあるが、 ほとんどは、君主の弟につけられる名前であり、本校の人物ほどの重要人物は他にいない。ただし、学問上は区別のため、この人物を、ハイン・リヒラスペ4世と呼ぶ場合もある。1227年に、第6回十字軍に向かう途上で亡くなった兄、ルート・ビヒ4世の後を継いだ老いのチューリンゲン砲白、ヘルマン2世の後見人を務めた。 ヘルマン二世の母で後に聖女となるエリーザベトとは不和な関係にあり、後に彼女をバルトブルク城から追放した。後の伝説ではバルトブルクからのエリーザベトの追放は彼のせいだとしているが、それは事実であろうと推測されている。砲白夫人という地位から降ろされたエリーザベトには、実際に彼女が言った通り、キリストの模倣以外に進むべき道はなかったのである。 1239年までヘルマン2世の後見人を務めたが、実験はハインリヒが掌握していた。ヘルマン2世は1241年に休止したため、後世の歴史家から毒殺が疑われているが、ハインリヒが老いの毒殺に関わった可能性は低いと考えている。現在残っている当時の重要な文献の中にそうした言及はなく、ヘルマン2世。 自身1234年から中林源砲白として文章を作成しており、おじとの確執を伺わせるものはないことから疑いはないと考えている。同年、ハインリヒはヨーロッパを襲ったモンゴル人との戦いに参加した。エリーザベトが1231年にマールブルクで亡くなった後、ハインリヒと弟のコンラートは寛大な贈り物として、 ドイツ騎士団をマールブルクに定住させた。1234年の夏にドイツ騎士団はコンラートの入団を受け入れ、エリーザベトが寄進した聖フランツイコールホスピスの運営を引き継いだ。コンラートは教皇グレゴリウス旧世によるエリーザベトの劣勢実現に向けて努力を続け、1236年5月1日の劣勢式には、 ハイン・リヒと並んで神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世も出席した。1242年、ハイン・リヒはボヘミア・王バーツラフ1世と共にフリードリヒ2世の未成年の息子であるコンラート4世の代理人に任命された。これに対抗しようとする諸侯による戦争への動きを阻止しなければならなかった。一方、1242年までに3度結婚したが、 子供は得られなかったため、老いに当たるベッティン家のハインリヒ3世を、チューリンゲンの後継者として、認めるようフリードリヒ2世に働きかけた。1245年、教皇インノケンテウス4世による、フリードリヒ2世の波紋、敗を受け、ハインリヒラスペがその座に押された。マインツ大司教ジークフリート3世、フォンエップシュタイントケルン大司教コンラート1世、 本ンホッホシュターデンがこれを支持した。ハイン・リヒは1246年5月2日に、少数のドイツ諸公によって、ビュルツブルグ近郊のファイツヘイフハイムデオに、選出された。選挙の結果を受けて、ローマへ向かったことから、彼はすでに、レックス・クレリコーラムとの添え名をつけられている。コンラート4世が王位を放棄することを拒んだため、ハイン・リヒの王位は宙に浮いた状態になった。 ニッタの戦いでハインリヒはコンラート4世を打ちまかし、二つの宮廷都市フランクフルトとニュルンベルクを奪取した。しかし、1247年の冬にハインリヒは、ウルムとロイトリンゲンを包囲したが、ロイトリンゲンの小規模な戦闘で怪我をした。彼はバルトブルクに引き上げ、1247年2月16日に、この地で亡くなった。アイゼナ派近校。 カタリーナ修道院の両親の傍らに葬られた。心臓は1235年にエリーザベトを称えて創建されたドミニク会の伝道協会に安置された。ハインリヒラスペが亡くなったことでルードビング家の男結家系は断絶した。このため、ハインリヒの名にあたるゾフィー・ホン・ブラバントが後継者を主張し、マイセン編強白ハインリヒ賛成。 引いてはベッティンケとの継承戦争が勃発した。次の対立王には、ホラントハクウィレム2世が擁立され、フリードリヒ2世、コンラート4世不死死後単独の王になったが、1256年に、あっけなく戦死、ドイツは大空位時代を迎えることになる。2番目の日、ゲルトルート1228年の初めに、ブランデンブルカ編共白アルブレヒト2世の娘、エリーザベトと、 結婚、1238年に、オーストリア公、フリードリヒ2世の妹ゲルトルートと再婚、1241年には、ブラバント公、アンリ2世の娘ベアトリクスと再婚している。アンリ2世には、そのほんの少し前に、兄ルートビヒ4世とエリーザベトの娘ゾフィーが、嫁いでいる。また、ベアトリクスの母マリアは、シュタウフェン家のローマ王、フィリップの娘である。 上実の通り、いずれの結婚でも子供は得られず、老いのハインリヒ賛成を後継者に指名したが、名のゾフィーはこれを認めず、死後に継承戦争が始まった。中、本校はドイツ語版、ウィキペディアの翻訳記事です。上記文献及び外部サイトはドイツ語版に挙げられていたものであり、本校の執筆時に直接参照してはおりません。ありがとうございます。